明らかに顔は陽気じゃないですか。顔が陽気ですね、やっぱこの人も。こんなに YouTube にゴロゴロいてもらっては困る、解説していきたいと思います。なんかぼっちスポットを結構頭の中に入ってるんで、まあ、例えば体育館の裏の階段とかそういうところでご飯食べたりをしていましたね。携帯耳に当てて電話するふりをする、こんなの絶対しないですよね。バレバレだと思うんですけど、自分が発言すると会話が途絶える、まあ、これは LINE とかのチャットに入れてもらってればあるのかもしれないんですけど、 LINE のチャットにも入れてもらってなかったんで、ジャツナコです。今回は東京都の港区っていうところを紹介していこうと思います。港区っていうと港区女子みたいなウェイっていう印象しかない方も多いかも。そう、東京都の地価ランキングで結構上位の方にあるっていうことで、こうやって歩いてるだけでも地価を踏みしめてるんだなっていう感情が湧いてくるんですけど、これがプルデンシャルタワーっていうやつで、もともと火事でダメになったホテルが廃墟として放置されてたっていう。仕事頑張ってるようにはちょっと見えないから、どう思う？あ、そう、僕の雰囲気的にそうってことですか。僕以前港区赤坂のシェアハウスに住んでたんですけど、ワードで資料を作るだけで1万円みたいな、食費とかも全部おごってもらえるってことなんで、マックシンク、あとこれにします。マックルーリーオレオクッキー。僕が働いてる会社なんですけど、ああ、これ良くないな。いや、土曜日なんですけど、またあれですね、寝転がってたら一日が終わっちゃってたんで。